子孫を殺させはしない。神がなぜ邪魔をする。もうこの相撲はお前の使命ではない。お前の使命は世界に闇を広めること。闇。無視する。やがて真の王が生まれる。真の王は人々の希望となり闇を払う。お前はその権威。真の王とは何だ。生贄とはどういう意味だ。真の王が覚醒した暁には歴代の王の力を結集しお前の使命から解放するであろう。その時こそ王家の血筋は全て垂れお前の復讐も完成する。それが定められし運命。俺は救世主ではなく闇をもたらす者。その真の王とやらに殺されるためだけに生きているだと。それが神が与えた運命だというのか。けることを意味する。それでも運命にあらがうか。そんな力をくれと頼んだ覚えはない。俺は神のクグスにはならん。愚かな人が神に逆らうか。人だと違う、化け物さ。俺は俺の道を生きる。血と闇にまみれようとも。つくづく哀れならば俺の運命と戦うやら。死にや幻に用はない。エイラ、もう十分だ。なんだ。刺されようと従う気はない。神々も歴代の王も全て真の王のために尽力するだろう。運命に抗うなど無駄なこと。全ては導かれている。人がそうと気づかぬだけだ。人は神の庇護のもとで生きる以外の道などない。邪魔をするなら再び立ちはだかるまで。俺は生きているのか死んでいるのか。それとも王家も神も真の王も俺は生きる。闇を広め真の王を導き殺す。そして全てを絶望という闇で塗りつぶしてやる。残念なお知らせです。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。